おはようでやんす。おはようでやんす。おはようでやんす。おはようで。どうも、くらげです。いやー、なんかオープニング決まらんな。初手の挨拶大事なのになんか、これといったものがない。ということで今回はですね、 TS 浅村さん来るであろうと見越して西武浅村さんのね、どこが強いのかっていうのをちょっと解説していこうかなと、思います。今はやっぱり楽天時代のね、あの浅村さん使われてる方がほとんどで、西武時代の浅村さん使われてる方っていうのはあんまりやっぱりリアタイとかで見なくなったんですよね。それはもちろんあのスピリッツの関係もありますし、いろいろあると思うんですけど、やっぱり僕は西武時代のね、浅村さんがもう大好きなんで、ちょっとぜひぜひね、仮にこう今年 TS が出た時に皆さんに西武時代の浅村さんっていうのを使っていただきたく、この動画を出させていただきました。ではね、西武時代の浅村さんリアタイで使う前にちょっと太田の方を見ていきましょう。こちらですね、あの先日 iPhone で拡大鏡の動画出していただいたんですけど、そのちょっと延長戦でずっと iPhone でランク戦やってるんですよね。なんで今日もちょっと iPhone でのランク戦になるんですけども、iPhone でやってる時僕右バッターの方が打ちやすいってことに気づいて、まああの左利きなんでね、まあ夜の音までいいっちゃうんですけど、でちょっとねこの打順でやっていきたいと思います。それではあ、まあいいか、いらっしゃお、よろしくお願いします。さあ拡大鏡を使ってねやっていきましょうか。拡大鏡を使ったらね、僕多分もう iPad ぐらい、いやそれは言い過ぎか、 iPad 並みにも打てるんですよね。でなんかこれ練習してて思った、あの昨日上げた動画、一昨日かな、上げた動画ちょっと指の感覚があれだったんで、なんか全然打ってるところ暗いってなんか iPhone しょぼいやみたいな多分思ったと思うんですけど、それがなんか練習したらね、いや iPhone でも打てるなってなって、で iPhone これから iPhone でちょっとねやっていこうかなと。まあいつか iPad に戻してるかもしれないけど、しれっとね。おはようでやんす。さあ何でも来い、何でも打てるぞ黒柳。マイナス1、これマイナスクラット、いやーい、いや打てるんだよ iPhone は、 iPhone でも打てるんだよ iPhone。 そう手汗ね、手汗で悩んでたわ、うん iPhone 時代。そうやそうや、なんかどんどん思い出してきたぞ。手汗が、そうだ、俺軟膏とか塗ってたもん、画面ベッタベタしながら、画面ベッタベタ記憶思い出してきたわ。はい打てるよ、ちょっと詰まってるけどね。そうだから指サックがね俺使ってみたいんよ。またちょっと今後もしこのまま iPhone で打てそうならランク戦ぐらいだったら僕 iPhone でやるつもりなんで、でも指サック買ってやってみた的な感じのやつもちょっと動画上げてみますね。iPhone 勢みんな口揃えたら指サックめっちゃやりやすいって言ってるんで、指サックちょっと買ってみます。そう大学の時に指サックを買おうとしていろんなところ探し回ってたんですよね。でなんか Twitter でいろんな人に聞きまくってたら、だから100均に売ってるみたいなことを言ってくれたんで100均見に行ったんですよ。でもね100均に売ってたやつってあの業務用なんですよね。お札数えたり紙をペラペラしたりね、なんかよくジムの人とか使ってるじゃないですか、ああいう指サックしかないんすよ。あんなん何が滑るんと思って。ああすいません、それだけで落ちない。なんか iPhone でいつもやるときなんかモサしかこういうイメージあるんやけど、どうすか。しゃあ浅村さんお願いしますよ。てかちょっと待って、俺 TS 浅村さんをみんなに取りに行ってもらうための動画やのに全然浅村さんの解説しなかった、申し訳ない。浅村さん、ちなみにあのキャリアハイっていうのは2013年の成績、主に浅村さんがファースト守ってた時代で、打率3割1分7厘の、172安打、本塁打27、打点110上げてるんですよ。でまあ巷ではワンチャンこの年の成績が、TS に反映されて出てくるかなとも言われてるんですよね。まあでも、通常通りにいけば2018年、なんでプロスピで言ったら楽天時代の浅村さんの2019シリーズ1の年の査定で、あまあ出てくるかなと、打率3割1分0厘、175安打、本塁打32、打点127と、
こういった成績でね、出てくるんじゃないかなと。普通にいけばね、西武時代、仮に2018の能力で出てきたときに、ファースト守備 C のセカンド守備 B、74守れるんですよね、浅村さんって。で、まあ、仮に2013出てくるのであれば、ゴールデングラブを取ってるんで、まあ、メインがファーストになるんですよ。でも、もしかしたら、ファースト守備 B とかで出てくる可能性もあります。もう、浅村さんってそれだけで楽しみな選手ですよね。TS は2013年で出るのか、2018年の成績で出るのか、今年の TS 楽しみですね。生放送とかでよく来る質問が、なんで西武時代の浅村さん継承せずに使ってるんですかっていう質問なんですけど、もうそれは完全に守備です。西武時代のね、浅村さんがもう大好きなんで、やっぱさっきも話したファーストシーン守れてしゃあないっすわ。チェンファースト C 守れてセカンドの B 守れるっていうのはやっぱりね、強みでもありますし、なかなか継承しづらい部分はありますよね。守備が落ちてきたことによって、前までセカンド山田哲人選手使うか浅村選手使うかみたいな感じだったのが、もう今結構山田哲人選手か外崎選手ってなってると思うんですよ。浅村さんスタメンで使われてる方ちょくちょく見かけるんですけどね、やっぱ守備面なんかも関係してるのかなと。知らないそっち。もし2013年の成績で来た時が悩みどころっすよね。セカンド守れんけどファーストが B あるってなった時に継承するかしないか、いやー難しいっすね。まあそれは来た時に考えるか。もうなんで敬遠するんやここ。おー、もう試合終了か。喋りすぎて、この動画で初めて試合のことについて触れたかもしらん。おーおーおお、試合放棄やこれ。やめてくれやめてくれ、やめとこ。スタンプ返そうか思ったけど、やめとこ。ちょ、最後にもう一回浅村さん打って終わりたい。ちょっと回そう回そうぜ。生放送エラー連発しまくった山本浩二さん、マジ頼むで、こう繋いでくれ。生放送ひどかったからな。おお、ゲッツーかよ。2人でよ2人、マジで。最後浅村さんの打席で終わりたい。頼む、マッケンジ繋いでくれ。よし、落ちた落ちた落ちた、よしよしよし、オッケー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 、あと1人あと1人。いや、コールド圏内入ったから、ここマジでマジで繋ごう。田村さん30連取ったけど結局使いそういない、特訓ゼロの田村さん、お願い。